ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考はい、えこんにちはアポロです。今回のテーマはですね、見込み客の最大公約数というテーマでお話していきます。まあ、リサーチとかね、ターゲティングをする際に、えー、意識すべきことですけども。 まあよく言われるのが、ペルソナを作りましょうというふうに言われますよね。具体的に一人の人物を決めて、その人に向けて発信をしていく、商品を作っていくとかね、レターを書くとかっていうふうに言われると思うんですけど、まあ、僕はこのペルソナ設定って一長一短あると思ってて、それが逆にね、マイナスに作用する場合もあるわけですね。まあ、自分で頭の中で思い描いた人なんで、そもそもそんな人存在しないみたいな。 そこがずれちゃってたらね、全部うまくいかなくなるんで、あんまりその上手じゃない人はね、下手にペルソナを設定しない方がいいんじゃないかなっていうのは僕の個人的な感想なんですけど、仮にそのペルソナをね、設定したとしても、一番重要なのは、その人たちが何に悩んでるのかとか、どうなりたいと思ってるのかっていうのを理解することが大事なわけですね。だから、そのペルソナを設定して、そこから、 その人たちは何を悩んでるのかっていうところがですね、分からないと設定しても意味がないんですよ。で今回のこの見込み客の最大公約数っていうことはですね、まあ、その悩みを理解するときに役に立つというかなんですけど、例えばじゃあ、誰でもいいですけど、28歳ね、山田太郎さん、東京都在住、妻1人、子供一1人、子供は2歳で、で、かつ、 年収500万でとかねまあなんだこう IT の会社に勤めててとかっていろいろ設定するわけじゃないですかでその人がじゃ何に悩んでますかって言った時にですねそこがずれちゃうんですねやっぱり自分の売りたい商品ありきで考えちゃうから都合のいい悩みを考えてしまうわけですけどやっぱりある程度そういう属性によって悩んでいることってある程度共通してるわけですよ だそれを理解してないとずれちゃう。だからいかにこのビッグデータというかね、それを情報として理解しているのかってことが大事なわけですよ。だ例えば、ねまあえー、小さい子供がいるママとかだったら、おそらくそのママ友の問題とかね、子供のなんか幼稚園の問題とか、そういうのが共通点としての悩みは持ってるなっていうのがわかるわけじゃないですか。でそういうのをどんどんこう組み合わせていくわけですよ。 例えばさっきの東京都在住とかだったらおそらく通勤列車悩んでるだろうなみたいなでもその情報が分かんないとそこがずれちゃうわけですね一切見えないで自分がそういう普段そういう通勤列車に悩まされていない立場であればより一層ですねそういったことは分からないわけですよでもそういうデータとして例えば都市圏に住んでる人でサラリーマンやってる人っていうのは、まあ、日常的にそういう通勤列車でね、えー 通勤していてすごくストレスを感じているとかっていうのがデータとして分かってたら多分そういうね。悩みとかストレスとかっていうのも理解できると思うんです。だから、この最大公約数的にね。何が共通点なのかっていうのを探っていくとまあ、正しい。このターゲット設定とかね。相手が理解することができるわけです。どん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 こう抽象度を上げていくとま1、あ、番分かりやすいのは例えばお金とかですね。 ほとんどの人はおそらくね、お金もっと欲しいと思ってるから、これは共通してるわけじゃないですか。どんな人であってもね、今よりお金減った方がいいですって人はまあ少ない、ほとんどいないと思うんで、やっぱり少しでもお金、ね、欲しいって思ってる。これは共通点としてあるわけですよね。で、これを理解するときに、どういうふうにね、考えればいいのかっていうと、その人の置かれてる環境をまずはイメージするんですね。で、人間のこう欲っていうのは、 なないものねだりなんですよ自分にないものを自覚した瞬間に欲しいっていう感情が働くわけですね。だ例えば今自分がまあそこそこいい車に乗ってて、もう誰か別の人がね、もっといい車乗ってるのを見たらあれ欲しいなとかってなるわけですよ。でもそれがなかったら別に自分がね、自分満足して乗ってたら欲しいなんて感情は生まれてこないわけですけど、自分に足りない、欠乏しているっていうふうに感じた瞬間に欲しいってなるんですよ。だから自分が何に欠乏しているのかっていうのは環境によって変わりますよね。 例えば、会社員の人たちであればですね、おそらくですけど、ね、えーまあ、拘束されることが多い。それは時間もそうだし、収入もね、全部第三者というか、会社にコントロールされてしまう。要するに自由がないわけですよ。で自由がない人たちってのは自由を欲するんですよね。自由になりたいから起業したいっていう人多いじゃないですか、会社員の人。で逆に今日その起業した 個人企業家はどうなのかっていうと、個人企業家にないものはですね、安定なんですね。毎月安定した収入が欲しいって思うわけです。今の自分にないものを欲するわけですね。で、今度、例えば、世界中旅したい。毎日遊んで暮らして、世界中旅したいっていうふうになって、例えば1年とかかけて世界一周するじゃないですか。そうすると今度は、 ちょっとね、もう旅疲れたから、こう、日本でゆっくりしたいなとかね、えー、しばらく半年ぐらいなんかのんびり過ごしたいなってなるわけですよ。人間ってそういう生き物なんで。だからその人がどういう環境に置かれているのかっていうのを理解すると、何が良くなるのかってわかるわけですよ。だから独身の人は結婚したい子供が欲しいと思うわけですね。でも結婚して子供ができると、今度は自分の時間が欲しいと思うわけですよ。だからそれは置かれている環境によって、 違うわけです同じ人であっても結婚前だったらパートナーが欲しい子供が欲しいと思うけど結婚した後は自由が欲しいと思うわけですよ。だからそれを、ね、そもそも最大公約数的にこういう環境に置かれている人はこういう特徴があるとかこういう共通点があるってのが分かってるとじゃあ例えばさっきの件で言うとサラリーマンだったらおそらく、ねえーまあ、自由が欲しいと思ってんだなとかで起業家だったらおそらく安定が欲しいと思ってんだな というのを読み解けけるわけですねだから例えば起業家に対して個人起業家ですねもう既に独立してる人自由な時間がある人に対して自由を手に入れましょうって言ってもそんなに響かないんですよとていうのはもうある程度自由だから収入は分からないですよもちろん収入はあんまりないかもしれないけど時間的自由は十分にあるわけですよっなるとそういう人たちに自由になりましょうって言ってもあんまり刺さらないわけですでも自由がない人自由が欲しいなって思っている人に自由になりましょうって言ったら刺さりますよね だからこんな感じで、そもそもそういう人たちがどういうね、えー、環境に置かれていてっていうのを最大公約数的に理解しておかないとずれちゃうわけですよ。例えばさっきのね、サラリーマンの人たちに、ね、安定収入を稼ぎましょうみたいな、もちろんそれもね、魅力的な部分はあるとは思うんですけど、もうすでに安定収入があるわけですよ。彼らは安定したいからサラリーマンをやっているわけだって。 どちらかというと好きなことやりたいとか自由になりたいっていう欲方が強いわけですねで。そのペルソナ設定をした時にずれた、ねえー、悩みを抱えている安定収入が欲しいと思っているみたいなちょっとずれたそういう、えー、キャラクターを作ってしまうみたいなことが起こるわけですね。だそれってもうデータありきなんですよ。だからさっきの、ねえー、小さい子供がいるママとかだったらもう、まあ、そらくそういう幼稚園問題とかママとも問題とかっていうのがあるんだろうなみたいなで。それもなんかマウントの取り合いとかね。 なんかこう序列みたいなのがあるみたいですけどなんかそういうのもね知らないとそういうのが、えー、なんだろう理解できないじゃないですか,か都市圏の人たちだったら満員電車とか通勤とかねっていうところが理解できないわけですだからこの,、えー、そのそれぞれの属性の人たちが、ね、どういう共通点を持ってるのかっていうのを理解した上でターゲット設定をしましょうということですね でそこがずれてしまうとそもそも全然ね、えー、自分の発信が刺さらないとかっていったことになりかねないので、まあ、本当にこれあの特にペルソナ設定ですよね自分で架空の人物を作ってしまう時っていうのはまあ自分の都合のいいような、ね、感じとかもしくは適当に決めてしまうみたいなね 感じになるわけですよ適当に決めてしまうっていうのはそういう人たちがどういう悩みを抱えているのかって分かんないから適当に決めてしまうわけですねでも分かってたらおそらくこうだろうなっていうのは分かるわけですよもっとピンポイントに、ね、細かいところまでやるっていう部分は難しいかもしれないけどある程度の最大公約数ですから少なくともこれは満たしてるだろうなみたいなのは理解できるわけですよだお金欲しいっていうのは人間人類共通してるなっていうのは大体分かるじゃないですか モテたいいななっっってててて思るるるののはは人類共通してるってのは大体わかかじゃないですかでそれをもうちょっと細かくして、ね、こういうふうになんか友達に思われたいとかっていう部分は人それぞれ違いますけど抽象度を上げていってそういう共通点を探っていくとまあほぼほぼ一緒なんですよねみんなで。そういうのをそれぞれの置かれている環境とかねそういうターゲットによって理解していく。そうすると でその要素によって、だ東京都在住によって、おそらく通勤電車悩まされてんだろうなとかね、なんかそういう集合住宅に住んでんだ、一軒家じゃないんだろうなとか、で一軒家じゃない人がどういう悩み抱えてんだろうなとかね、で子供一人いたら、おそらくその家族の関係とかね、こうなんだろうなみたいな、そういうのをこう組み合わせていくと、正しいペルソナ設定ができるわけですよ。一個一個の要素に対して、おそらくこう,こ,れこういうステータスを持ってるから、こうなんだろうなってのが分かると、ターゲット設定がずれることがないって。 いうことですね。